回からはついに復活を果たした川崎の W800 の試乗レビューをお送りしたいと思います。今日私が試乗しているのはスタンダードというかストリートの方ではなくてカフェの方ですね。このようなビキニタオルを装着した、ストリートの方がスタンダードモデルであるとするならば、こちらのカフェの方はメーカーカスタムという位置づけのモデルになるのではないかと思います。そしてモーターサイクルショーなどでその外観はすでに見ていたわけですが、こうして改めて乗ってみるとこのハンドルバーがとても新鮮に感じられますね。いわゆるスワローハンドルと言っていいんでしょうかね。このようなですね、今となってはちょっと変わった形状のハンドルバーを採用していて、それについてはおいおいコメントしたいと思いますが、またこの乗車姿勢というかライディングポジションがちょっと普通のモデルと変わっていて、その点がですね、より新鮮さを増しているという印象があります。